おい、キリュウ、お前、どういうことなんだ。ちょっと、錦山くん、急に大声出さないでよ。お前、堂島組に復帰したって、マジか。え？今日、風間の親さんの面会に行ってきたんだろ？復帰のことも話したのか。さっき、風間のおやっさんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやっさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみな、そうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ？お前、いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でも、らしさってのは自分で決めるもんだろ。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたって罰は当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来たろ。ありがとうよ。なんだよ急に、勝手に大人ぶりやがってよ。
錦。俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！ほら行くぞ。いいな。